はい、というわけで我々、勝手に応援チャンネル、イベントがございます。はい、8月7日、19時から、16プラザ大ホールにて、我々のね、応援チャンネルのなんていうんですかね、こうお客さんも入れてのお祭りですね。お祭り、ま、お祭りイベントを行いますんで、はい、皆さんぜひぜひお越しください。はい、イベントの名前自体がまだ決まってないんだよね。一応ホールに出すときに一応仮で入れなきゃいけなくて、文字数決まってたんで、なんか勝手に FC 岐阜勝手の応援チャンネルファン大感謝祭みたいにしています。あー、なるほどね。一応仮でこれが仮名でございます。仮名、はいはい、もし皆さん何かこんなんどうよってみたいなあったら教えてください、はいはい、今のところまだチケットがね、はい、だいぶ余っておりますんで、はい、ぜひぜひお越しください。コンペーションみたいなぜひ来てもらわないと、はいはい、我々がもう働くことを第一に生活を過ごすということです。そうですね、まあ、100人行けばね、ある程度形にはなるんで、そこまでは早く行きたいです、ね。うん、なかなかないよ、岐阜県盛り上げるために借金こさえるやつは。ちょっとなんかあの偉そうになってきた急にすごいなお前はふんぞり返って生きるか死ぬかだから生かすも殺すも見てるは私だですよと。すごいね、自分の命をそんな偉そうにかけられるやつ。いや、でかい金額かけないとね。まあそうだ、ね、ターンはでかくないですから。そうでございますね。出ちゃった今日何したんだお前は。金パッツァンの日です。金パッツァンが出てるけどいや本当あのなんとかね300人来てもらって楽しくあのいいお祭りにしたい。そうだね、みんなで盛り上がりましょう。絶対楽しいですか。はい、よろしくお願いします。はい、よし、ギグ漫才もね、物販したいっていう会社の方はぜひ来てください。ぜひぜひブースを設けますんで、ね、ブース設けますね。ああ、そうですね今のところまだ一社も来てないから。あ、まあこれからね、みんな来るんでしょ。みんなあれじゃない、あのせめぎ合ってんじゃない。あ、もしかして俺らが知らないところでコンペやってる。やってるやつ。行われてる。何で俺らが介入できないんですか。で、気がついたらもうブースが設置されてるかもしれない。はい、お願いします。はい、お願いします。 FC 岐阜勝手に応援チャンネル当初。はい、というわけで、今回は鹿児島ユナイテッド FC 戦です。気づかなかった。何したやったろ。何何何、あ、知らないです。あなたちょっとこれは知らないとダメですよ。え、何何何、あのダゾーンがハイライト始まる前の効果音です。あ、それやってたんですね。はい、あの YouTube とかでダゾーンでハイライト見るときとかたまにあるでしょ、はい、あのロゴ見るときのやつね、はいはい、そのときに、はい、ちょっと押してください。再生押してください。じゃあ再生。あれおじさんの吐息だったの。嫌なんだけどそれ。どうです、鹿児島は。いや、もう絶好調よ。絶好調ですね。首位だから。はい、だから今日勝ったら、うん、もう勝ち点3を埋めるんじゃなくて勝ち点6を埋めるゲームだから今日、うんうんうん、相手のね3もね取れちゃうから。そう、なるほどね。いや、だからここは勝ちたいね。逆に負けたらそれだけ離されるってことなんで、もう完全に片手で掴んでる状態じゃん、もう、うんうん、もう崖を、うん、負けたらパンとか。そうだね、鹿児島がダーンって離せ離せって。逆に勝った時は両手ですよ。なるほどね。まだまだね、崖にいますけどね。崖にいるけど、まだ顔は出ないけど。そうそう、まあ、ここはね絶対に勝ちたいところですからね、注目選手なんかいます、鹿児島。いや、鹿児島やっぱロメロフランクでしょ。聞いたことあるよ、ロメロフランク、2列目、トップ下にいるけど、はい、この選手がやっぱりクオリティ高いんで、 J2 とかでね結構バンバンやってた選手なんで、うん、日本にいるのももう長いし。ああ、そうなんだ。うん、だここがね。で、あと有田選手ですよ。聞いたことありますね。今得点ランクトップですから。それで聞いたことあるのか。なるほどね、はいはいはい。だからここの2枚ですよね、怖いのはね。攻撃がいかちいと、じゃあ試合の方見ていきましょうか。はい。おぉ、オフサイドじゃない、ない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 、ない、遠藤くんじゃん。落としたのの今 ね、 ね、抜こうとしたんだよね。でも思いっきり読まれてたね。いや、今めっちゃナイスパスだった。今石津、石津でしたね。石津のポンだったね。麻雀やってんすか。え、泣きなのドンって。いいよ、プレッシャーいい、今日めっちゃプレッシャーいい、うん、おお、これだよ、石津のドンですよ、これが。すげえな。
最初誰か分かんなかったけど打った瞬間石津だったガジさんちょっとマッシュになってる。そう寄せてんじゃないですか誰豊弘さんにちょっと昔の昔の俺見た？俺らが出会ってた出会った頃。養成所の時の俺。養成所の時の俺に今憧れてるわけね。ガジンさんは。ガジンさんは絶対そこアジャストしないね。ガジンさんの方が年下がね、それは分かるよ。先に持ってったんじゃないですか？美容室に。これで。あのフェイスブックで渡辺コメディスクールのページから引っ張ってね。先生いてほしいな。そうだね。そうだねって言いましたそれはもしかしてですけどどこもらわれいたのよきっと俺の中にさつきさんがさつきさんがいてそろそろ多分何か食い出すよもぐもぐタイムもぐもぐタイムし出すそうだね封じられたら結構厳しいでも栃木はそうだね言わないでしょいや別にそうだねの点欲しいねそうだねっていうやつそうだねヤップって言ってませんでした今ヤップは言いにくいじゃんヤップ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 あヤップは逮捕してるよ完全にいい名前出してってこれいい名前じゃないハーフナーマイクハーフナーマイクいいねハーフナーニッキニッキ、うん、弟へぇ弟いるんだ弟の方が背でかいからへぇシュナイダー淳之介あーいいねシュナイダー淳之介は金崎ムーってかっこいいっすねあー金崎ムーねムーって何夢に生きると書いてムームーへぇムー大陸から撮ったらしいっすよへぇ田中アトムはい、見ましたあー田中アトムねアルビレックスかなんかいたんだよな、確かそっから海外行ってね、ヘルシンキとか行ったりして日本代表入るかなって思ってたんだけど確かに回ったんだよはい、というわけで前半終了でーすはーい、ゼロゼロということではいいや、最後怖かったな、マジでいや、最後ね、松本大先生が止めてくれました、うん、なんとか、うんゼロゼロでとはいただ1点取りたかったなそうだね、ちょっと攻めてた感じしましたからねうどかちゃがね、うん、1対1になってそこ取れたんじゃないっていうところあったんですけど、あとはもう石津の長距離砲があれねあれすごかったなねいやそうずっとチャンスシーンが多い感じがしてねね、そこでちょっと決め切ってほしいなっていうところが、はいはいはいちょっと心残りですけど、うんまあ、後半なんとかね、うん、鹿児島に流れがね行かないように、まあ、頑張ってほしいなと、うん、本当にあれ止めててマジでよかった 0-0 はもういらないのではい、いらない、はい、もう勝ってください、はいはいね、もう攻めるだけ攻めて、はい、勝つかもう前のめりになって負けるか、うん、どっちかですかそうでございますね、はいはい先生なっちゃってますよ。なってきちゃったのか。折れちゃったのかな。金髪さんが。そうでございますよ。セカンドシーズンの時の金髪だよね。セカンドシーズンの時はもう加藤勝の時ですね。腐ったみかん。腐ったみかんかい。桜井中華生徒は。いい長いんだよ。金髪さんの話が。はい、というわけで後半の方見ていきましょう。はい。サッカー選手いるいないクイズやりますわじゃあ1問目、うん、初歩です、はい、オコエルイはサッカー選手でいるいないいないバカにすんなよじゃあ第2問、はい、長谷川アーリアジャスはサッカー選手にいるいないその感じだったらぶっちゃけいるよ正解熊谷アンドリューはいるいないうわ絶妙いないいますいないホベルト・サトシ・ソウザはサッカー選手にいるいないどっち多分ホベルトとソウザはあるんだよけどサトシじゃないんだとサッカー選手いないモンちゃん暴れてますけど、ね、違うの今何の何の演出があったの今なんか東京フレンドパークみたいなやつはいないですいないだろ正解はホベルト・サトシ・ソウザは、うん、柔術の選手です総合格闘家そっちにいるんかい、はい、クレベル・小池はいるいないクレベル・小池いやなんか地方のなんかタレントっぽいないない
正解。え、何の人？クレベル小池も格闘家です。同じあの格闘家クイズになってきてるけど大丈夫？一問前の、うん、あのサトシソウザと同じ、うん、あの柔術の柔術が多い静岡のね盆栽です。あ、そう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 。おおお行ったねー行ったねー。よかったやっと来た。今その前に石津がもうギュンってやられたんだけどね。石津のギュンがねあったの。やったぜ。やりましたね。欲しかった。いや、よく決めたな。よいしょ。新ウルトラマン見たのかな。スペシウム光線、うん、イーシーズダンスからの障子でしたよ。VR 入れていいですか今。ちょっと今確認しましょうか。いいですか今の。ちょっとファールっぽいですけどね。ノーでしょ。ノーファールでしょ。 J3 だからやめとく。J1 だったら完全に VR 入ってました。決まったな。いやーこれ11はきついぞ。あれ？ああ！ガジーさん！おい！よかったねー。しっかり押さえてね。はい。あの基本に忠実、浮かさない。はい。はい。もうゴールにパスをするだけ。基本に忠実でしたね。いやーよかったですね。マッシュヘアーにした効果が出ました。早速養成所時代の豊広ペア。違いますよ、意識してないですよ。これもう当てるだけ。 いやーナイスゴール。しかも83分から。ただ気抜いたらまたさっきみたいにやられっから。気だけ抜かないで、うん、プレッシャーだけねかけ続けて。終わった。笑顔ですよ、横山監督。無敗の横山。はい、というわけで試合終了です。はい、見事2-1で勝利です。はい、やっと欲しかったやつ。やっと勝った。もう首位に。いやもうでかい、この一勝はでかい。でかいですね。よかったよ。さあどうですか、試合振り返って。あ、もうやっぱりガジンさんでしょこれは、うん、ナイスゴールでしたね。はい、よかったですね。あそこ惜しかったところで同点にされた時に、あーあーあーとマジでなりましたね。これなんかいつものパターンですか、うん、とちょっとなりましたけども、うん、その後、うん、しっかりと決勝点を決めると、うん、はい、素晴らしい試合でございました。はい、じゃあ勝手に MVP をお願いします。はい、今回の勝手に MVP はガジンさんです。子供たちがね、お手本にしてほしいボレーシュートでしたね。はいはいはい、もう教科書通りの抑えの効いた、うん、力入れずにゴールにパスと、うんうんうん、まあ、この見習ってほしいシュート。なるほど、ね、あとはガジンさんは俺に憧れ出したと。来週髪型変えてたらどうしますか。よっぽど嫌だったんだろうね。さっきの時にアンドルごめんの後追ってると思ってんだよ。めっちゃ短くしてる。逆に、うん、かもしくは金髪角刈り、角刈りになってる。カチーン決めてくるかもしれないけど。はい、というわけで以上 FC ギフ勝手に応援チャンネルでした。どうもありがとうございました。パシャッ。